白夜極光イベント夏風と希望の港 EX ステージ6死の扉の攻略動画です。このステージはルービックキューブのようにステージのマスを切り替えられたり、中央のコアを叩かないとボスであるコアの守護者にダメージが通りにくかったりと攻略が面倒になっています。今回はスナイパーを多めに配備することで、中央のコアを叩かなくてもコアの守護者にダメージが通るようにしつつ、タイミングを見て大技を打ち込む戦法でいってみます。任せておけ。急にメルフィンやっちゃった。いただきだ。これで終わりだ。終わりだ。まぶたがくっついちゃう。いや、君らってほんとバカだにゃ。観念しろ。泣き叫べ。一匹たりどうして逃げるんです。終わったら休む。一匹たりとも逃がさない。いただいていく。一匹たりとも逃がさない。これだ。いただいていく。悪霊退散。泣き叫べ。一匹たりどうして逃げるんです。一匹たりとも逃がさない。ウォーミングアップは終わりです。清めたまえ、深き闇を払いたまえ。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。すごく熱くないですか。燃えろ、この世界と共に。いただきだ。これで終わりだ。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。急に眠くなっちゃった。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。終わりだ。一匹たりとも逃がさない。これだ。いただいていく。泣き叫べ。一匹たりどうして逃げるんです。ここまでにゃ。一匹たりとも逃がさない。観念しろ。一匹たりとも逃がさない。ウォーミングアップは終わりです。清めたまえ。いただきだ。滅びてしまえ。
悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。観念しろ。一匹たりとも逃がさない。清め深き闇を払いたまえ。終わりだ。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。いただきだ。これで終わりだ。すごく熱くないですか。燃えろ、この世界と共に。滅びてしまえ、滅びてしまえ。いただいていく。逃げ惑いなさい。一匹たりどうして逃げるんです。一匹たりとも逃がさない。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。一匹たりとも逃がさない。いただいていく。一匹たりとも逃がさない。観念しろ。一匹たりとも逃がさない。ウォーミングアップは終わりです。いただきだ。これで終わりだ。終わりだ。まぶたがくっついちゃう。清め深き闇を払いたまえ。観念しろ。泣き叫べ。一匹たりどうして逃げるんです。ここまでには。一匹たりとも逃がさない。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。観念しろ。逃げ惑いなさい。どうして逃げるんです。これだ。いただきだ。これで終わりだ。滅びてしまえ。悲しみ嘆き絶望の淵に沈め。すごく熱くないですか。燃えろ、この世界と共に。計画通りだ。